シュズナオです。元木です。さあ、本日はドッキリをやりたいと思いまーす。はい。本日は、なんと、シュークくんにドッキリをかけたいと。あー、はいはいはい。まあ、いつもの返しパターンじゃないですか。まあ、そうだね。今日は、そのお返しって言っても、まあ、ドッキリっていろいろあるじゃないですか。サプライズというか、嬉しいタイプのドッキリってあるでしょ。今日そっちです。じゃあ、なんかちょっと喜んでもらえるかもしれない。いや、もうね、あんまりさ、動画でシュークがびっくりしてるとか、驚いたりとか、まあ、そこそこあると思うの。けど、シュークが、にやけるぐらい喜ぶ瞬間って、我々もめったに見たことないじゃん。まあ、笑ってはいるけど、にやけるまではなかなかないよね。そうそうそう。っていう瞬間を、つい先日、クロフェス、はい、はい。あの、松崎しげるさんに呼んでいただいて、クロフェスっていう、こう、フェスに出させていただいたんですよ、フィッシャーズが。そこで未完成人とかいろんな曲歌ったりとかしたんですけど、そこで、シュークがもう、ずっとこう、応援してた、あの、桃色クローバー Z さんがいて、こう、楽屋挨拶に行った時に、シューク超モモモモだから、ずっと言ってたんだよ。俺多分会ったら、何にもできなくなるかもしれないと。いやいやいや、シュークがそんなになるわけないと。意外とこう、好きな人の前では堂々としてるんじゃないのみたいな感じでいたんですけど、もうしたらもう、すごかったよね、あれ。そう。もう、なんだろう。地蔵を超えたよね。カッチーン固まっちゃって。ツイッターの写真上がってたけど、本当にそのぐらい固まってて、もう笑顔がこんなんなってたのよ。それがどうしたのって話。そう。なんでこの話をしたかと、今日偽企画をやります。あるクレーム対応ってあるじゃん。クレーム対応、あ、はい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 、コールセンター。そう、コールセンター。まあそのシルクにクレーム対応の電話の処理をしてもらいたいっていう企画をまず始めます。で、まあ元木と俺が順番でまず1番目2番目ってかけて、で3番目ぐらいにプロの方を用意しましたと。そこで電話をこう別のところにかかってくるんですけど、はい、でもしもしってシルクが出たら、電話の先が、なんと桃色クローバー Z 佐々木彩香さん。え、それはマジなの？マジです。え？偽企画中、電話がかかってきたら、お城のアイドルドッキリー！いや、こんな幸せな瞬間ねえと。待って、だってシルク、まあ箱推しってほらメンバー全員推してるってのはありつつも、やっぱりアーリンが好きって言ってるから、本人。そうそうそう、まあ、ある理由でちょっとももクロさんと、まあ、ご一緒させていただく機会がありまして、はい、まあそれは多分後のドッキリの中でわかると思うんですけど、なんと今日アーリン本人から「おいシルク」と電話が来るというドッキリでございます。なるほど。対応なんかできたもんじゃないだろ。そうそう、シルクの対応がどうなってしまうのかっていう、なかなか見れないじゃん。ちょっとおもろいね。そうそうそう、っていう瞬間をちょっとぜひ皆さんに見てほしいということで、なるほど、ももクロさんにお願いしたら快くOK してくれたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。アーリンから電話が来るドッキリを今日シルクにかけたいと思いますので、よっしゃ、これからね、ちょっとまあまさに力入れて OK 偽企画の方やっていきましょう。シャズノです。シュークマサイモトキ。さあ本日は皆さん、ストレス溜まっていますでしょうか。ああ、今発散したよ多分。今ので溜まったんだよ。溜まったね。まあね、みんな社会で生きてる以上、やっぱり何らかのストレスを抱えながら生きていくと。僕なんか友達がね、あるところで働いてるんですけど、クレーム対応課みたいなのあるじゃん。あるあるある。大きい会社になってくるお客様対応センターみたいな感じ出るんだけど、やっぱりこう、まあ普段のストレスだったりとか、文句じゃない以外のことまで言われちゃったりとかするわけよ。その仕事大変だなと思って、今日はいろんな職種に対してちょっとやってみようと。始まります、第1回クレーム対応処理選手権。おー、で本日はうちのリーダーでもあるシルク君にクレーム対応処理をやってもらおう。あ、俺が言われるの？そう、あんまりないじゃん。アンチから来るかもしれないけど。めっちゃ来る。ただ俺の場合は聞きはするけど、ありがとうございますできるから。そういう電話が仮にシルクに来た時にどう対応するのかというか、僕のことが嫌いな方と動画を作ってるみたいな。そうそうそう。ああ、それ俺好きだよ。まあシルクのことに限らず、なんかその物についてとかもクレームが来るかもしれないんで、臨機応変に対応してください。ああ、了解しました。じゃあというわけで今日はね、こちら持ってきました。ちっちゃ電話気になるよね。でもどういうクレームが来るのかは早速やっていきましょう。あ、電話来たよ。はい、もしもし、こちらクレーム対応課です。はい、どうぞ。あ、そちらのちょっとパソコン買ったんですけど、ちょっと不良があって交換してもらいたいなと思って。どういった件ですか？パソコン買ったんですけど、なんかエンブレムのマークというか。エンブレムのマーク、それ同じこと言ってますね、多分。あ、じゃあまあマークなんですけど、なんかどういったところになんか異変があるとかってあります？なんか欠けちゃってるんですよね。欠けちゃってる。マークのどこの辺が？右が欠けてるんですよ、ね、右ですか？そちらアップルですか？そうです。
あのアップルのリンゴっていうのはあの誰か食べちゃったわけじゃないんですよ。最初からああいうデザインなんですよね。でも俺のやつすげえかけてんだよ。どうしたらいいかなこれ。リンゴがいいんだけど俺。アップルってわかりますか？あのスティーブ・ジョブズが作ったあのジーパンで演説する人だよな。あ、そっちフューチャーされてないですね。あんまり多分タートルネックの方が主流だと思うんですけど、ジーパンの方を取りますあなた。アップルはかけてんのが正しいです。はい、ちゃんと使えるんだこれね。中身の機能は多分申し分ないと思いますので。そうか、そうです。あ、ありがとうございます。すいません。うん、ありがとね。はい、失礼しまーす。しっかりと調べてから買えばいいじゃん。バカかよ。かけちゃいました。かけてんだよ。遅いの電話。クレーム処理はいっぱいクレーム処理しないといけないのよ。あ、来た。はい、もしもし。はい、こちらクレーム対応課です。死ぬほどインターナショナルさんですか？死ぬほどインターナショナルさん？死ぬほどインターナショナルって何でしょう？御社です。本社から名刺をいただきお電話させていただきました。ああ、こちら死ぬほどインターナショナルです。そのはずですよね。そうですね、死ぬほどインターナショナルです。死ぬほどインターナショナルさんとは長い付き合いですね。はい、お互いにやり取りが頻繁にあったんです。まあ、あなたの場合はクレーム対応ですから知らないこと多いでしょう。失礼ですけど、あの会社名の方をちょっとお伝えしていただいても大丈夫ですか？死ぬほどインターナショナルさんです。それはうちですけど。いえいえ、死ぬほどインターナショナルさんです。いや、私どもは死ぬほどインターナショナルですけど、あなたは死ぬほどインターナショナルさんです、弊社は。え、なんて、私どもは死ぬほどインターナショナルさんですよね。あなたは死ぬほどインターナショナル。やめません、この問答。ええ、私もそう思いました。では失礼いたします。うん、すごいお客様が来たんだ。対応しよう。何これ。はい、こちらお客様対応センターです。あ、すいません、もしもし、いいですか？はい、けど私、千葉でジムを経営してるものなんですけれども。はい、昨日、フィッシャーズさんがプレスティックを売られるっていうニュースを見まして。はい、近くでそういうことされちゃうと、やっぱこっちのこう経営の方にお客さんとかが分散されてしまうと、私たち的にも結構困るなっていうのがありまして。はい、それでお電話させていただきました。あー、急に作っててくれてどないすんやと。ちょっと被るなぁと。いや、そしたらじゃあお互いに高め合いましょうよ。お客様、ちなみにちょっとお名前の方伺っても大丈夫ですか？名前ですか？はい、バサです、バサです、バサです。え、バサです。え、もう一度いいですか？もう一度伺っても大丈夫ですか？和田です。和田？はい、いやでもあのシルクさん、私と会ったことあるんですよ。覚えてらっしゃいますか？和田さん、覚えてらっしゃらないですかね？和田さんですか？はい、和田さんは覚えてないですね。日本の番に田んぼの田って書いて、はい、佐々木って読むんですけど。和田の和と書いて田んぼの田で佐々木と読む。お客様ってバカですか？わかんないよ、私のこと誰だかわかんないですか？あぁ、嘘。なんだなんだなんだ、何が起きてんだこれ。和田さんじゃないですよね。和田は嘘です。佐々木の彩香です。覚えてます。覚えてますよね、最近知ってくれたじゃないですか。え、アーリン。そうです、ロマンのクローバージェットのアーリンです。こんにちは。え、一番にアスレチックオープンおめでとうございます。あ、ありがとうございます。すいません、あの、遊びに行きますね。いいですか？あ、全然、はい、どうぞどうぞ。え、お会いしたじゃないですか。ありがとう。いや、それはもう覚えてます、覚えてます、覚えてます。そのセンター、こちらこそどうもありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます。え、これ、え、どういうあれなんですかこれ。今日はあのちょっと理由があってお電話させていただいたんですけど、はい、あのそのプロフェッショナル的にこうライブ活動みたいなのもしてらっしゃったじゃないですか。はいはいはい、私とか私も YouTube 大好きで見たりするんですけど。ああ、そうなんですね。はいはい、年末の大晦日の時に、はい、パシフィコ横浜で、はい、カウントダウンライブを去年とかもやらせていただいて、今年もいただくんですけど。あ、存じてます、存じてます。はいはい。その中で桃色歌合戦っていう、はい、をやってまして、はい、こうもしよかったら普通に出てくれないかなと思って。え、私と一緒に年越ししないかなと思ってお電話しました。よろしくお願いします。本当ですか？はい、ぜひぜひぜひ。出てくれるんですか？いいとも。あ、違うなこれ。フィッシャーズさん、桃色歌合戦参戦決定。やったー、ありがとうございます。やった、お願いします。あー、はいはい、すごい大先輩方もたくさんいるんで、はい、若者代表ということで。あ、はい、ありがとうございます。はい、なんで和田って言ったんですかと。
考えているので、はい、一緒に私これからまで楽しい年越しにしましょう。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。すいません、わざわざ。はい、ありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。受話器忘れてたもん、後半。俺もこれ捨ててたんだよ、俺。はい、というわけで今回、推しのアイドルから電話が来るドッキリでした。素晴らしいな。そりゃすげえわ。でも一発目って気づかないもんだわ。めっちゃ可愛いな。まあこうなりますよね、皆さん。皆さんこうなりますよ。まあというわけで、さっきねアーニーさんの方からも言っていただいたんですけども、うん、今回、フィッシャーズが桃色歌合戦に参加させていただくことになりました。お願いします。お願いします。クレーム対応は何じゃん。嘘。え、というわけでね、当日、うん、カウントダウンライブサプライズも僕たちからもももクロさんたちからもあると思うんで、はい、ぜひぜひ皆さん概要欄から来てください。お願いします。ジュー君頑張りましょう。動画見てくれてありがとう。みんな楽しんでくれたかな。説明欄に Twitter セカンダリなんだよ。まあいろいろあります。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。アデュー。いや、なんかお忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。それ多分和田さんの番号。これ和田さんの電話。和田さん最後までわかんねえ。